オオスズメバチを捕まえてマクロレンズで撮影していきたいと思います。ちょっとすいませんね、頭に少し毛が生えてますね。なんか髪の毛みたいでちょっと可愛いですね。広げてみると結構大きいですね。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回はオオスズメバチを捕まえてマクロレンズで撮影していきたいと思います。それではまずオオスズメバチを捕まえに行きます。はい、オオスズメバチを捕まえるのにこの網を使っていきます。これは金網でできていて、師匠がオオスズメバチを入れるために作ってくれたものです。結構頑丈に作られています。これをここにいるオオスズメバチにパコッとかぶせて捕まえていきます。ここはですね、ニホンミツバチの巣箱、重箱を解体して持って帰ってきて、この辺に適当に並べているんですが、ここにスズメバチがたくさん寄ってきています。今いるのがオオスズメバチと黄色スズメバチと、それからたまにヒメスズメバチや小型スズメバチもやってきます。こういうご飯に夢中になってるやつはスッと上にかぶせるだけで簡単に捕まえられますね。はい、一匹捕まえました。よいしょ、ちょっと、よいしょ、あ、そんな大きくないか。よいしょよいしょよいしょ、こいつ、あら、あ、なんか、おじゅ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 、よし、オッケー、はい、オッケーですね。こっちの方がでかいな。こっちをリリースしてこっちにする。そしてこっちの方が息がいい。はい、交換しました。すごい元気だな、歩き回ってますね。はい、オオスズメバチを3匹捕まえてきました。週末予報ではニホンミツバチを飼育していますが、ニホンミツバチと切っても切れない関係にあるのがこのオオスズメバチです。オオスズメバチはニホンミツバチの天敵です。集団でニホンミツバチの群れを襲って群れを全滅させてしまうこともある恐ろしい敵なんです。人間にとっても怖い存在で、オオスズメバチに刺されて亡くなってしまう方もいます。そんな怖い存在のオオスズメバチですが、ミツバチと同じ社会性昆虫で、その生態はとっても興味深いです。今回はこのオオスズメバチをマクロで撮影して、その生態に迫ってみようと思います。それではスタート。はい、マクロカメラを設置しました。こっから先はオオスズメバチをピンセットで掴んでカメラの前に持って行って撮影します。どう？このお腹のところだ、大丈夫かな。よし、じゃあこのまま顔を撮らせていただきましょう。ちょっとすいませんね。はい、こんな感じかな。おお、すごい、わ、毛が生えてる、頭に毛が生えてる。ちょっとかわいいね。はい、まずはじゃあ顔からいきましょうね。ちょっとスズメバチが動いてるので少し動いちゃいますが、おお、この顎すごいですね。はい、頭に少し毛が生えてますね。なんか髪の毛みたいでちょっと可愛いですね。ツンツクツンの髪の毛が生えています。この大きい方の目が複眼ですね。縦型の楕円形の形をしていますが、中心部が少し切れ込みが入っていますね。はい、あ、今ちょっとじっとしてくれてますね。今のうち複眼の間に点が3つありますね。こちらが単眼です。単眼のところにも少し毛が生えてますね。ツンツクツンの毛です。え、これ生きてるよね、大丈夫？なんか足プルプルしてるけど、え、大丈夫これ？
生きてる？生きてる。あ、よかった。びっくりした。動いて動いて、よかったよかった。はい、この単眼は明るさを検知するためにあるそうで、単眼と複眼の性質をうまく利用して体の向きを調整することで高い飛行能力を実現しているみたいです。トンボやハエも同じ仕組みを使っているそうです。はい、それからこちら顎ですね。オオスズメバチはこの顎の割れ目が2つになっています。よく似ている小型スズメバチはここがまた違う形になっていて、この顎の形で見分けることができます。オオスズメバチは強靭な顎を持っていて、これで硬い昆虫も噛み砕くことができます。以前実験した時には杉の薄い板も噛み砕いてしまいました。よく見ると顎は隙間が少し空いていて、まあ、人間でいうと歯と歯が噛み合わさっているようなところがありますね。ニホンミツバチの巣を襲うとき、体が大きいオオスズメバチは中に入れないことがあります。そういうときはこの強靭な顎を使って巣の入り口を噛んで削って広げて侵入します。はい、今ピンセットを口元に近づけてみたらすごい勢いで噛み始めました。さすがに鉄をかじることはできないと思いますが、ピンセットを持ってる手にもオオスズメバチの顎の力が伝わってきます。それからピンセットをかじるとき、器用に前足と真ん中の足でピンセットを掴んで持って噛んでいますね。前足も器用なのかもしれません。はい、ちょっと元気がなくなってきたので、この子は一旦お家に返しましょう。はい、羽はですね iPhone の方で撮っていきます。こちらが羽の付け根ですね。胸のところもやっぱりたくさん毛が生えているみたいですね。なんか針山のような毛ですね。オオスズメバチの羽はかなりシュッとしていて長いですね。体長に比べてお腹がこんな、おお、すごい、ちょっと羽ばたいてくれました。お尻の先端の方ぐらいまで羽が伸びるのかな。オオスズメバチの羽ってかなり細長いんだなって思ってさっき見てたんですが、ちょっと傷つけないように羽は普段は2箇所折り目があって畳まれていますね。でこのような細長い形になっていますが、広げてみると結構大きいですね。すごい、歯脈も綺麗ですね。綺麗に透けています。これがオオスズメバチの羽ですね。はい、オオスズメバチは時速40キロの速さで飛ぶことができます。飛行距離は1日に100キロも飛ぶことができるそうです。何キロも離れた場所からニホンミツバチを襲いにやってくるんですね。はい、1匹逃げてしまいましたが、もう1匹の子にウエストを見せてもらいます。すごい細いのがわかるでしょうか。細いなんてもんじゃないですね。胸とお尻の付け根がほんの数ミリしかなさそうですね。このウエストが細いことによってお腹がぐるんと顔の方まで曲がります。こうやって腰を曲げて針を刺せる範囲をとても広くしているんですね。このウエストの細さ、なんと固形物を食べることができません。ウエストがあまりにも細すぎて固形物が通らないんですね。オオスズメバチはニホンミツバチなどの昆虫を捕まえますが、捕まえた昆虫は幼虫の餌にして幼虫が分泌する液体や樹液を飲んでいます。はい、それでは、2匹逃がしてしまいましたが、最後の1匹に足の先端と毒針を見せてもらおうと思います。
はい、こちらがオオスズメバチの足です。わあ、すごい。これ今オオスズメバチの足の先端が映っていますが、トゲトゲのようなものがいっぱい生えていますね。足がギザギザしていることによって引っかかりやすくなっています。木などにしっかり引っかかるので、木に捕まって樹液を飲んだり、ミツバチの巣箱に泊まることもできますね。一番前の足はちょっと短いですが、こちらもギザギザしていますね。オオスズメバチを観察していると、前足を口と口の間に入れてペロペロして、なんだか小動物が毛づくろいをしているような仕草をする時がありますが、結構可愛いですね。横顔もかっこいいね。触覚がよく見えるね。スズメバチには鼻がありませんが、この触覚に匂いを感知する器官があるようですよ。はい、それでは次は毒針を見ていきたいと思います。毒針はお尻の先端にありますね。ちょっとこの辺かな。さあ、出してくれるかな。お腹をちょっとつまんだりすると出してくれますね。はい、オオスズメバチの観察が終了しました。逃げてしまった子もいますが、残った2匹に蜂蜜をお礼としてあげたいと思います。ちょっとね、長い間拘束してしまったんで。さあ、お腹が減っているでしょう。顔の裏側も見えてると思いますが、顔って結構平たいんですね。それから舌も映ってるでしょうか。筆のような舌になっているんでしょうかね。顎が2本あって、その後ろ側に舌がありますね。お、今ガチンって言いましたね。なんか舌の下にさらに足みたいなのが生えてるね。足みたいなのが食べ物を抑えるのかな、これで。あー、すごいね。4本あるのかな、足みたいなのは。左右に2本ずつあって、顎と同じように両サイドから挟めるようになってそうですね。これは初めて知りましたね。はい、じゃあもう1匹にもあげましょう。こっちの子は毒針を見せてもらった子ですね。はい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 。協力金の蜂蜜です。毒針見せてくれてありがとう。この蜂蜜で元気になってくれ。そして無事にお家にたどり着くんだぞ。はい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 、もういらないですか。すごい、2匹。あ、お、あ、姉妹ですね。栄養交換というか、まあ片っぽの口についた蜂蜜を食べてるみたいな感じかな。はい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 。わあ、蜂蜜大人気。今回はオオスズメバチのマクロ撮影をしました。オオスズメバチはミツバチの天敵ですが、人間にとっても恐ろしい昆虫です。その一方でオオスズメバチは害虫を飼ってくれる益虫でもあるんです。またニホンミツバチにとっても必要な存在で、養蜂で使われている海外からやってきた西洋ミツバチの野生化を防いで、ニホンミツバチの生息域を守ってくれているんです。師匠や師匠のお友達は数十年前から民家の周辺にできたオオスズメバチの巣の駆除をボランティアでやっていますが、最近はオオスズメバチが減っているんじゃないかと里山の環境を心配しています。はい、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは、趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウや、ニホンミツバチやスズメバチの生態を紹介しているので、興味がある方はチャンネル登録をお願いします。
この動画が面白いな、参考になったなと思ったら、ぜひ高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。